続きましては、ゼッケン59番渡辺秀明さんですね。神の子ですね。これはラジコンニュースの編集になった、すごい本当にもうリアルそのものの期待です。松本ラジコンさんかな。新人パイロットの給与を受けていたのですが、そのうちの一人の、一人が後に神風号を操縦して世界的に有名になったということだそうです。そして飯沼飛行士という方がいて、その後昭和9年の9月に、室戸台風で格納庫とともに電気を失ってしまいますが、今でも松本市民の誇りとして受け継がれておりますということで、はい、着陸するそうです。マルチなんでね、ちょっと一気筒でもちょっと調子悪いと降りる時のアイドリングに影響がありますよね。はい、着陸だそうです。この後中村さんですね。誰？大友さん？の機体ですね、渡辺さんのね。ウィングスパンは、ね、2m98、重さ13キロだそうです。